皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは現状を変えたいあなたへ、人生を好転させるなら言葉の力を使って活路を開くというテーマでお伝えしていきたいと思います。最近ですね、私、セミナーというか北海道の余市で開催された、世界を飛び渡る強運の持ち主なるだったかな、なんかちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、運のね力を使ったりとかっていうことで、人生をね好転させていくみたいなことが、パネリストのお話を聞きに行くものがありましてですね、それを聞きに行ってきたんですよ。でその中に特に強運の持ち主っていうことで紹介されていたのが、こちらの本の千葉修二さんっていう方なんですけど、言葉層っていう相手の愛っていう字書いて言葉層っていうんですけど、この本が私が普段考えていることをさらに上級レベルで解説をしてくれていて、すごくこう腑に落ちた内容だったので、それを皆さんに紹介したいなということと、あと私がここに書かれていることをどういうふうに実践しているかっていうことをお伝えすると、普段の生活がどういうふうに変わっていくかっていうそのプロセスとかも分かるんじゃないかと思いまして、今日は、現状を変えたいあなたへ、人生を好転させる活路を開く言葉の力の使い方っていう、これをねちょっとテーマにお話をしてみたいと思います。ということで、本日の、本題に入りたいと思います。ですね、人生を好転させたり、事業がうまくいったりお仕事がうまくいくときに、この千葉さんの方にも書かれているんですけれども、どういうことをしたらいいのかっていうことが書かれていて、私も偉大な人の、ね、言葉でそういうふうに書かれているのがあったの知らなかったんでちょっと衝撃を受けたんですが、これちょっとねお話ししますね。秋元康さんって、ものすごく AKB48 とかプロデュースしたり、有名な音楽プロデューサー、大成功されている方なんですけど、まず運に関することを秋元さんはどう言ってるかっていうと、人生の 98% は運であるっていうことを言ってるんですよね。で秋元さんだけじゃないんですよ。視聴率 100% 男の異名を持つ萩本欽一さんが、運についてこう語っているっていうことで、人生は丸ごと運であるっていう言葉を言っている。でさらにですね、 HIS の会長澤田秀夫さん、この方も非常に大成功されている方なんですが、人生の 90% 以上は運に左右されていると言っているということで、このあたりの皆さんがみんな運っていう言葉を使っているんですよ。でちなみにあなたは自分が運がいい方かと思っているかどうかっていうことをね問いかけた時にどういうふうに答えるかっていう話なんですけど、ちなみに私は運がいいかどうかと言われれば、私は運がいい人ですっていうふうに割と言い切るタイプですね。それもなんていうのかな、棚ぼた式に運がいいっていうよりは運を呼び寄せてるというか、運がいいように働くように行動してると言えばいいでしょうか。だから運がいいっていうことを言い切れるんですけれども、この千葉さんっていう方もその苦境だった時にどうすればいい状態になるかっていうふうにお話をね、メンターかなんかの方に聞いた時に、運を良くすればいいんだって言われて、じゃあ運を良くするためにはどういうことなのかっていうのを研究に研究を重ねた結果たどり着いたのが言葉だっていうことだったんですよね。で、潜在意識に働きかける部分とかも多いんですけれども、言葉はやっぱりすごく大切で、その言葉をどういうふうに使っていくかっていうことでやっぱり人生変わるなっていうふうに思っているんですよ。で例えば心の中で思うことと言葉ってどっちが先かっていうと、大概の人は、心で思ってそれを言葉に出すから人生が変わっていくっていうふうに思うかもしれないんですけど、千葉さんの方にも書かれているし、私も自分でそう思ってるんですけれども、口に出した言葉の方が先でそれに合わせて心できていっちゃうんじゃないのかなっていうふうに思ってるから、発する言葉、ちょっと悪い言葉、汚い言葉で言うと吐く言葉
によって人生って作られてしまうっていうふうに思っているんですよ。だから、どんな言葉を使うかっていうのは、逆にその時にそう思ってなくても好転できるような言葉を先に使うと結局そういうふうになっていくっていうあの例なんですね。だから逆に言うと言葉を出してしまう、だからそれがネガティブな言葉とかもう口に出して入った瞬間にそのようにちゃんと運命の輪が回っていくっていうことになるので、可能な限りまあそういう言葉は使わない方がよくって、表向きにそれを言うっていうのは自分に対してまあ呪文をかける状態に近いなというふうに私は特に感じているんですよ。だから私はまあ嘘っていう言葉はちょっとどうかなっていうふうに思うんですけど、この本に書かれている順番で言うと、嘘も方便、嘘から出たまことみたいなことも書かれていて、先に嘘でもいいから言っておくとそのようになっていくっていう話が書かれているんですよね。例えばってここに書いてあるんですけれども、例えばお金持ちになりたいのであれば稼ぐ自信がなくても年収1億稼げる人間になれと、なると言えばよい。そのうちなんとなくだった心はその気となり、その気がやる気となり、やる気が本気になっていくって書かれてるんですよ。ちなみに、年収1億っていうのは私も開業当初、起業当初から掲げている目標で、まだ達してないんですけれどもね、できないとは思ってなくて、プロセスが第2段階のプロセスに入っているので、どういうふうにしようかなっていうふうに思っているので、なんとなくじゃなくて結構かなり明確に言っているので、だいぶ近づいてきてはいるんですけれども、それを最後どうやってホップステップジャンプっていうふうにやって現実化させるかっていうところまではね来てはいるんですね。だからそれを早くやるのは言葉なんですよね。だから中途半端な言葉だとそれが現実化しなくって、人に例えばそんなのできるわけないじゃんっていうようなことを言われてもめげないというか、まあ、ある意味余計なお世話なんですよね、そんなこと言われたって。だって私が年収1億稼ごうか稼がまいが、まあ、どうだっていいという言い方変ですけど、その人にとって何の迷惑もかけないし別に何のメリットもないじゃないですか。だから無理だって仮に言われても傷つくこともないし諦めることもなくて、無理っていう根拠はどこにあるんですかっていう感じじゃないですか。だって私の可能性なんて他人が測りようがないから、無理とか言う意味がわからないっていう感じなんですけどね、私的には。でしかも別に私はがめつくお金を稼ぎたいとかそういうんじゃなくて、お金は好きですけれども執着はしない形なんで、まあ、よく使います、私お金も結構。それは例えばその1億っていうものがあった時に、まあ、サロンメンバーが集まれるような、まあ、そういう、こう海があって近くにあってとか、そういう拠点が欲しいなというふうに思っていて、それはどこかで買いたい。そうするとやっぱ1億ぐらい稼いでおくと買えるかな、物件選べるかなっていうのを思っているから1億っていうふうに言っているし、あとはフランスのパリがすごい好きなので、フランスのパリで個展を開きたいんですよ私。その個展の内容っていうのが、私は本を書くし写真も撮るし、あとアートですね、それもやるし音楽もやるんで、それを総合芸術にしたような個展をフランスのパリでやりたいそしてちゃんとね稼いでお金に余裕もあって時間に余裕もある私のクライアントさんをパリに呼んで、それでパリでね個展のお祝いしたいみたいな感じで、これなんか突拍子もないことを言ってるように聞こえるかもしれないんですけれども、多分数年後には私これ実現できてると思います、おそらく。言ってるから言ってると、その準備とかだんだん本気モードに入ってくると、どういう風にしたいかなっていう、うっすらとイメージはあるんですよ。音楽とアートとその言葉文章ですね、多分なんだろう、小説じゃなくてなんていうのかな、エッセイみたいな感じかな。でそんなのでやりたいなと思って、まあ、ギャラリーのね金額とか調べ始めるとだいぶ本気モードに入ってくるんですけど、だから言ってるとそれが絵空事だとしても誰かに止められる覚えはないので、別に言うのただじゃないですか。
言ってるうちに本当になるし、まあ、言わなくても本当になってるのもあるんですけど、言ってるとね早いですやっぱり。うん、例えば私本も書いて5冊も書いてるんですけれども、これも作家になるっていう、まあ、どこかで自分の本が出たらいいなっていうところは、小学校の時に文章を書いていて、読書感想文とか褒められた時に漠然と作家さんっていうか、まあ、そういう本を書いて出す人みたいなのもどっかでやりたいなとうっすら思ってたんですよね。で、作家になりたいとか特に言ってはいないんですけど、ちょうど機を熟した時にそちら方面にガッとシフトしたら1冊目の本が出て、で1冊目2冊目3冊目4冊目5冊目っていう風に版を重ねるごとに、こうだんだん本作りって面白いな、あと本って人をすごく助けるものになるなっていうのを感じ始めて、すごい楽しいと思って、まあ、今でもね本やってるから、まあそろそろちょっと早いけど作家って言っとこうかなみたいな感じ。作家っていうと多分もっといっぱい出すことになると思うので、でそのうちベストセラー作家っていうふうに言おうって決めれば、多分ベストセラーが出ると思ってるんですよね。そんな感じで、あの 言うのはただなんで、皆さんもねどんどん言ったらいいかなと思うんですよ。あとサックスのライブとかも今全国ツアーとかもやってますけど、私コンサルタントですよ、職業コンサルタントだけれども、逆に、アーティストじゃないから、本当の演奏者として、生計を成り立たせてるわけじゃなく、コンサル業で生計を成り立たせているので、まあ、それはその一環として皆さんが喜んでくれるパフォーマンスとしてやってはいるんですけど、まあ、結構本格的にやってますよ。あの後ろにバックバンドとかもちゃんとプロの人つけてるし、会場とかも結構しっかりした会場に、あと音響さんと、ビデオ動画の人と写真フォトグラファー、これ全部プロフェッショナルの人を配置して動いていきますからね。で、まあそういうふうにして毎回重ねて、まあ、4年目になるんですけれども、だんだんスケールアップしていっています。だからなんだろうな、そんなのできっこないじゃんって、まあ最初誰かは思ったかもしれません。私3年半前にサックス始めたばっかり、もう音楽経験もなくて楽譜も読めないところから始めてますけど、ずっと練習やっていて、会社員じゃないや、社会人ですけどね、お仕事普通にしてますけど、時間作りながら見つけながら淡々とやめずに、でやっぱりツアーとか見せる機会があるから、そこに向かって目標が立つから、すごく頑張れますね。でそれもなんか最近ちょっと逆になってんじゃないかってちょっと感じるのが、もともとは出版記念ツアーの余興でライブをやってたんですけど、あのライブをやりたいから本格みたいなところが最近ある感じかもしれないです。だから年に1冊は出さないと出版記念セミナーができないから、やっぱり年に1冊は本出そうかなっていうふうに思っているっていう感じで、今まで聞いたね話とかっていうのが、あの全部私口に出して言ってるのが全部現実になってるんですよ。で口に出すっていうことは、やっぱり私も皆さんに言ってる手前現実的にしなくてはいけないので、特に今回の出版記念セミナーなんて、本が出てないうちから日程全部決めて、ツアーもやるよって人に言って、会場も全部押さえて、それから本出してますからね。だから本が出ないと出版記念ツアーだけど本がないツアーになっちゃうんですよ。ってことは絶対に通る企画書作って、で通したら期日に間に合うように本を書いていくっていう、もう全部逆にやっていくっていうことですね。それを実践しているっていうのが私の現状なんですね。でじゃあ言葉の力を使って活路を開くっていうことは、なぜそれを考えたかっていうと、私のねクライアントさんとか、まあ初めての面談のセッションの人とかとお話をしてると、やはり自信がないという言葉が多かったり、自分にはそこまではできないとかっていう言葉を先に言っちゃうんですよね。これすごく残念で、できないって言った瞬間にできない現実がちゃんと訪れるんですよ。だからできないことになる。できないかも心の中でうっすら思ってても、できるって言い切ってみると、それに合わせた現実のためにどう動くかっていう自分の思考というか脳が頑張り始めるんですよね。
だからだったらね、できるって言っちゃった方がいいんです。で、嘘つきになるかもしれないじゃないですか。いいんですよ、いつまでって期限を言わなければね。いつかはできるっていうことで言えば、あの別にいつか叶うんじゃないですか。ちゃんとそこに向かってなんか努力してれば。例えば私は年収1億を稼ぐっていうこととフランスで個展をやるっていう2つを言ってますけれども、これ言い続けるどっかで多分叶います。いつっていうとこは別としてね、なるべく早く叶えたいなとは思ってますけれどもね。だから、まあ、あとその1億稼いだお金で不動産ですね、そちらも購入するっていうところまで夢として見ているので、その、 あのお部屋のイメージも頭の中にもあって、そのお部屋をどううまく探して、リフォームも楽しかったんで、自分の家全面改装やってリフォームも自分でまた設計を考えて、あのプロフェッショナルの人に作ってもらうんですけど、ベースは自分で考えることができるので、そんなのをまたやりたいなとかね思ってるんです。だから夢が叶わない人って、叶わないように近い言葉を自分で言っちゃってる人が多い。一番多いのは自信がないですね、はい。あとはなんだろうな、やりたいと思いますとか、機会があったらやってみますとか、こういう弱い言葉じゃなくて、やっぱ言い切る、やりますとか、叶える、やるっていうことですね。ちょっと強めの言葉の方が脳がびっくりしてちゃんとね動いてくれて、現実を連れてきてくれる。だからよくね、五輪とか金メダルとか取る選手って、金メダルってもう当たり前みたいな感じで、表彰台でどういうスピーチをするか考えてるとか、そういう人とか結構多いですよね。私もその系ですね。本出してなくてもサイン先に作ってますからね。どういう場所でどういうふうにサインしてるかっていう自分の絵とかも想像ついてるので、うん、結構ねすごいねリアルですね。だから言葉ってすごく大事にした方がよくて、私セッションで言葉が結構後ろ向きに走り出しちゃうような言葉を使う人は、ご本人無意識だったとしても、私そこをすごくその言葉は多分使わない方がいいって言って、現実が引き起こされますって言ってね。で、癖なんですよねこれ、言葉癖。だからその言葉の癖を持ってると、自分はまだしもね、まあちょっと、じゃあちょっと残念な話だけど、自分が不幸になるのはまだいいじゃないですか、良くないんだけど、まあ、自分の責任だから。でも残念なことに、それを吐いた言葉によって聞いちゃってる周りの人も同じようにそっち方向に引きずられちゃうから、基本良くないんですよ。だから存在してその言葉を言うだけで害になっちゃうんですよ。だから良くないんです。で、しかも可能ならば、そういう言葉を吐く性質の人だよねっていうのが分かってる場合には、その人の近くに寄らない。それがやっぱりねいいと思います。だから言葉っていうのはすごく強い力を持ってるから、使う言葉を選ばないと、人に与える影響がすごく大きいです。特にそれ私作家になってからすごくそこを意識していて、書く本と内容がもちろん人を元気に奮い立たせて勇気を持って前に進む原動力になるようにっていうことで、後ろに向かって読後感がいいようにっていうのをすごく意識して書いているんですけれども、これが同じようにですね、一般的に自分の言葉を使っていくときに、その後ろ向きに走り出してしまうような言葉を使ってしまう人は、周りの人も巻き込んでそっち方向に引きずってしまうから、言葉って怖いです。だからちゃんと、前に進めるような言葉を使いましょうっていうことですね。まあ人によっては無理やりポジティブとかじゃなくて、ネガティブな自分を認めようとか、まあいろいろな諸説ありますけれども、私が支持するのは、
から元気でも嘘でもいいから元気な言葉をとりあえず言ってみる。そうすると体がそんな元気な言葉を言っておきながらネガティブな状態って逆に作れないんですよ。楽しい楽しいっていう言葉って、まあ、そもそもいいっていう言葉って口を横に引くから、楽しいって言葉を言いながらめっちゃ残念そうな顔するのって難しいんですよ。楽しいとかって言えないじゃないですか、いいだから。だから嬉しいとか楽しいとかそういう言葉を特によく吐く、まあ、特にだから運が良くなりたいんだったら私ってついてるとか運がいいって言い続ければ当たり前ですけど運良くなりますからね。私は、まあ、特に天候に関して本当に運がいいというか、ちゃんと天候の神様が私についてきてくれてるんじゃないかと思うぐらい、雨の予報で実際に雨が降っててもセミナーの時だけ晴れるとか、大事なところのイベントの時には晴れるとか、そういうのがね本当多いから、私は運がいいと思っているし、行きたいセミナーとかね、行きたいっていうかそこで開催するセミナーとか、例えば宮古島とかに行くような時とかも台風直撃のルートだったんですけど、石垣島にそれましたね、台風が。で着陸もできたし離陸もできているっていうこととかもあったりするし、北海道に飛ぶ時に雪で空港に降りられないっていう時にほとんどの便が欠航してる中、2便だけ着陸できた便があったんですけど、その便に私乗ってますとかねどうしても行かなきゃいけない時とかって、なんかそういうことがちゃんと起こるようにできていて、だから運がいいって私思っているので、まあ、そのあたりもね、これはもう人によって信じる信じないはどちらでもいいんですが、私は全てがうまくいく、私の予定通りにうまくいくってすごく基本信じてます。だからまあもちろん何て言うのかな、例えばちょっとトラブルとかアクシデントがあったとしても最後はね帳尻が合うんですよ。だからそれはそういう状態私が信じてるからなんじゃないかなというふうに思ったりとかしています。なので言葉をね大事に使いましょうっていう。で今までの人生っていうのもあなたが今まで言ってきた言葉、吐いてきた言葉で作られているし、これからの人生も今吐く言葉で作られてしまうっていうことになるんだったら、もう叶う言葉とかポジティブな言葉ばっかり使っといた方がいいですよっていう話です。だから一瞬それは無理そうとかできなさそうとか自信がないとかと思いますとかいう弱い言葉じゃなくて、できます、やります、叶ってますみたいなそんな三拍子の言葉で伝える方が人生は多分好転すると思います。ということで本日のまとめです。現状を変えたいあなたへ、人生を好転させるなら言葉の力を使って活路を開く。はい、どんな言葉がいいのかっていう と、ポジティブな言葉、ついてる、運がいいというふうに自分が信じる言葉を中心に吐いていく。言葉から心が作られるんだっていうこのポイントを分かって、そういう言葉を使っていくっていうふうにされるといいかなというふうに思いますので、やってみましょうということで、実践をお願いします。はい、以上になります。それでは。